チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケです。今宵のイベントは大連続金獅子パーティーナイト。というわけで、なんか変わった構成のクエストですね。何これ。ドスジャギー、ドスジャギー、ラージャン。はぁ。でもね、これ結構面白いクエストかなと。報酬はスタンプなんですけど、闘技場で、ラージャンと戦えるクエストで、かつ大連続なんで、大連続って体力落ちてるんじゃなかったかな。まあ、とりあえず行ってみようか。そこそこ簡単に、ラージャンの素材が手に入るって考えたら、悪くないんじゃないの？というわけで、行ってみよう。武器はいつもの、麻痺双剣。さあ、どうかな。これで、でも言うて星7だからな。これでめっちゃ強い可能性もなきにしもあらずんばといったところか。でもこれは何が一番いいって、そう、ラージャンと戦う上で、これね、一玉取りを即マックスに上げられるといった。やべ、にゃんこたち取ってくの忘れた。まあいいか。にゃんことガルクがいなくても、私ならこの程度のクエスト。ああ、なるほど。ドスジャギーがまず2体ってことな。開幕速攻外していく。おドスジャギー君、パーリーナイトしようぜ。パーリーナイトだ。パーリー。どうした、ノリが悪いんじゃないのか。お、最近なんかすげえあれだな、毒来るな。毒めっちゃ来るな。でもいいぞ、毒が多いからな。まあ、この装備はどうだったか忘れたが、なんだっけ、毒食らってるとパープで、どー、お前も麻痺してしまってんだ。パーリーナイト、踊っているようですね。どうですか、この、素晴らしい。今日は乗ってるぞ。まあ、相手がドスジャギーだから、私が乗っている。あ、そして、ソーリューにも乗っている。だが、でも、あれだな。パーリーナイトだけど、あれだな。つまり、そういうことだな。ドスジャギーがここに2体いるってことは、あれは効かないんだな。ほら、どっこいしょ。ソーリューをぶつけることは叶わずといったところか。あ、ドスジャギーの壺、でもマカツボに使えないんじゃなかったっけ。これドスジャギーの壺がマカツボに使えたら、もうちょいワンチャン、いいクエストだったかもしんないんだけどね。あ、いや、もう来たな。あ、待って。ほら、どっか、ああ、やつに、いや、この速度ででもソーリューして、ぶつけられるなら、すごいな、ドスクリューの上皮がたくさんもらえる。ちょっと待てば、これダブル、これガンガンぶつけられるんだよ。これちょっとそういうことじゃね、そういうことじゃないか、これ。そうだよね。時間で、体力かな、時間でもし来るんだったら、これはラージャンさんを、毒クリュー両方ともぶつけていけるんじゃない、そういうことでは。おら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 。なかなか見かけないチームだな。とりあえず、まあ、今回は普通に倒そうか。やめて、ひどいね。ちょっと待って。これ、ああ、これあれだな。言うて厳しいな。言うて厳しいと結構。何が厳しいって、超竜というか、こいつらは、めっちゃ動きが早いから、命中率も悪くないから、いけるかだって。削れるか。しかもあれですね。ラージャンは、乱入モンスターだから、あいつらに普通にダメージボコボコ入るんですね。ただ、ラージャンにも毒が入るっていう、まさにパーリーナイトといったところか。はあ、どうした。どうした。私はどうしたんだよ。あ、ここに一玉取りを置いておきますね。よいしょ、結構きつい。これ結構きついぞ。今までのあれじゃないか、スタンプクエストの中では一番難しいんじゃないか、このランダムバトル、パーティーバトル。そうだよね、考えてみたら、そもそもとして闘技場3体クエストってこんなのあった？こんなに早く3体同時になるやつね。さあ来ましたよ、お前たちを駆逐してやる。ドスフラギ討伐。でも残ってんだ。そいつはもうそいつは、あれ生きてる、あれ、いけ、わからんが、お前は生きているか。お前はまだ生きているのか、ドスフロギー。
いけ、バーディーナイト、あ、外れた。ドスフロギー、まさかラージャンの攻撃を回避するとはな。あ、だが残念、いつもながらと、あの、吐いてる暇がない。これは、剥ぎ取り鉄人が、あれか、あの、なんだっけ、空中鉄人に、勝つ時代が来たか。ここで、奴が使われる日が来るのか。よいしょ。これだって、ま、ワンチャンあれだわね。先にラージャンを倒してしまった場合、ラージャン素材剥ぎにくいからね、ほぼね。剥ぎ取り鉄人つけてきた方がいいんだわ。剥ぎ取り鉄人、神の句スキルになるんだわ。いや、これしや。だが、同時にバトルってことは、体力は絶対に低いはず。これは、ラージャン倒したい人はワンチャンあるぞ。あれ、ドスフロギまだ生きてる。まだ生きてるのか。まだだ。まだ終わらんよ。って思ったけど、あれだな。ドスフロギ割と硬いな。あ、誰かにコメントで教えてもらったわ。そうだ。なんか星が少ないクエストに出てきたモンスターも、なんか、星が増えると体力とか攻撃力上がるらしい。つまり、これ星7だから、このドスフロギーは星7相当のドスフロギーだから、まあ言うたら多分、現状最強のドスフロギーなんじゃない？まあ、同時討伐だから、大連続討伐だから体力落ちてるかもしんないけど。ってことはよ、これクエスト、のランクが低いところにラージャンが来たら弱いラージャンが来るってこと？そういうことですかね。まあ、なかなかそれは来なさそうな気もしますけども。ちょっと待って、なんやかんや回復薬がない。俺回復薬忘れてきたんちゃう？回復薬忘れてきたんだわ。ラージャンちゃん、もうパーリーナイトは二人のシンデレラタイムに突入した。ちょっと待って、シンデレラタイムに突入したけど、なんかあんた強いな。あれおかしい。こんなきつかったっけ？こんな戦いにくかったっけ？主と戦った私が、重大事変主を倒した私が、こんなラージャンごときに、闘技場のラージャンごときに、待って、危ない、バリーナイトですよ。飛び箱ナイトだ、危ない。いか来るんだろうが、主、ラージャンは。おら、よし来た、刺さった、殴った、いけ。この最近結構ね、普通に練習もしてますから、うん、まあ、そんな簡単にはねやられませんよ。サクッと落として終わらせてしまいましょうよ。あー、残念だったな。うちのジャンはね、お花とか植えているんでね、あんまり耕さないでもらいます。野菜とか植えることになっちゃうんでね。おらよ、全然まだですか。強えな。ちょっと待って、おめえ強えな。ほら、びっくりしたぞ。うんだがよ、そろそろじゃないのか。うん、そろそろだろう。これやっぱりあれだね、あの、なんだっけ、ドスジャギーっつったの俺だ。ドスフロギーをぶつけた方が早いかもね、ラージャン苦手な人は。うれい、オレ、ダーベ、ドス、あ、危ない、ドッセイ、硬い、まだか、パーリーナイトだ。俺と朝まで踊らないと、24時間戦えますか、ビジネスマン、ってくれ。待ってくれ。ちょっと待って、俺そういう趣味はいいんだな、じゃん。すまんな。やっぱ俺ダンスを踊りに来ただけであって、そういうちょっと興奮する気持ちはよくわかるんだが、そこまではね、まだちょっと二人の関係としてはね、早いと思うんですよ。止まって、危ない。あ、おい、どっこいしょ。いいね。強い。俺強いな。おかしいな。待って、ラージャン、踊らない、ないだ、閉じ込めしまった。野獣のほとばしるパトスに当たってしまった。おれれれ、ラージャンに普通に負けちゃった。あ、火力アップバフをしてなかったね。ラージャンに普通に負けてしまったよ。こっちとは人玉取りフルだから、そこそこに防御力なんかも上がっているはずなんだが、まあ回復薬を忘れたというのがね、
やっぱり動物との関係っていうのはこういうのがいいよね。そう、安全なところから凶暴な動物を見ると。だがよ、私はお前の今夜の飼育員だ。ちょっと超えられないんですけど、ちょっとあの動画再撮影中なんですけど、これ超えられないんでしたっけ。いや、超えてる人いなら超えられると思うんだ。だからいけると思います。いけ、乗り越えろ、パーリーナイト。うわ、びっくりした。でもまだ弱ってないね。結構戦ってたと思うんだけど。ドスフロギーちゃんをよいしょ、うまく、よいしょ、使わないとってところか。よし、お主の尻尾を切断して、そのシンデレラタイムから元の灰かぶりに戻させていただこうか。だが灰かぶりになってもあいつは拳を振りかぶるといったとこでしょうか。危ない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 。もうあなたはもうドレスを着ていないのです。金色のドレスはもう着ていないんですよ。待って、金色のドレス着てても、まあ、黒の衣装でも変わんねえけど、やってることは勝手、あの拳振りかざすか、ブレス振りかざすかみたいな、そういうところありますか。できたね。さあ、今宵はパーティータイム。殺生などという野暮なことはせず、ここでは姫には眠りについていただきましょう。ドスフロギー、あいつらは死んだ。死んだ奴らのことは言うな。いやー、面白かったな。はあ。もしかすると、あれだね。弱者生存戦略が可能かもしんないな。ちょっとそこ詰めてみようかな。まあ、とりあえず今回はね、クエストのご紹介という形になりました。もっと、いい服着てくればよかった。さて、報酬。まあ、そうね、毒クリューが入っちゃうから、そうだね、金獅子の報酬は少なめだけど、どうだろうな、単体と戦うより戦いやすいのかな。ただ、環境生物いないからね。なんとも言えないとこ。ただ、クエストは面白かったし、ルリゲンジュに、剣鎧玉か、勇気の証 G、シュラ、装束チケット、王者のくちばし、潮流玉。なるほど。11分27秒。解放要素。そう、スタンプもらいに来たんでした。パーリーナイトスタンプ。なんかパーリーでも始まるんですかね。チハンターだから、なかなか、チャットメニュー開かないんでね。スタンプ。あー、パーリーナイト。いいね。クリスマスカラーだな。あー、そうか。どうなんだろうね。お祭りとは別で、クリスマスみたいなイベントはやるのかな。でも、大きいハロウィンイベントみたいなものはなかったから、やんないのかな。さすがにでも年末年始の年越しとかはなんかやんのかな。星7。だからまあそうだね。やっぱり、難易度としては最大という形になりますかね。だから闘技場で面白いモンスターたちと戦えるといったとこでしょうか。ちょっと待って、マカツボだけ見させてくれ。パッ、赤なし、そんなことがあっていいのかよ。とうとうそんな日が、とうとうそんな日が来ちまったってのか。あーねえわ。いやーマジ、最近攻撃さんの笛1のスロ11っていう笛使いだったら神的なやつを1個もらっただけだわ。それでは誰も知らない狩人イカレッタコスケでした。 TU